急行梅田行きです。次の停車駅は川西の瀬口。阪急86運転士、応答願います。こちらは宝塚線指令。こちら阪急86、どうぞ。匠か。池谷先輩、いつから司令員になったんすか。いいから聞け。来るぞ、あいつらが。今夜だ。同じ顔ばかり9本横一列、気味悪ぅ。無理言ってすまなかったな。スタートの宝塚へ行くぜ。本当にこれがやりたかっただけなんだな。京急にはこんなターミナルないからな。しゃあねえか。1本目からメインイベントのダウンヒルだ。2000を出してくれ。そっちは誰が走る。俺だ。車は2199だ。池谷、あのポニーテール野郎。ああ、メガネをかけさせて。委員長って呼んでみて。エッチなのはいけないと思います。な、何言ってんすか先輩。ポニーにはメイド服っすよ。エッチなのはいけないと思います。あんたもかい。つか何でも言ってんだ。まあ、さん。気を抜くな、誠治。マルヘイ運転で行け。本気か、京一。ポンコツ相手にマルヘイ運転。そうだ、気を抜くんじゃねえぞ。俺にはわかる。電気みたいなもんが走った。この2000はできる。眉唾もんじゃねえ。凌介を任すだけの何かを持ってるんだ。それが何か分かるまでは気を抜けねえぜ。アウェイでのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時にだけ使うのがマルヘイ運転だ。なぜマルヘイ運転なんだ。俺には分かんねえぜ。よし、カウント始めるぞ。待て、俺たちのルールでは主電動機出力の低い方が好きなタイミングでスタートできるんだ。こっちはそれに合わせる。いつでも出な。出てるぜ、シーメンス 3VF。 今日ばかりは嫌な音にしか聞こえねえけどな。今度こそダメだってみんな言ってるけど、そんな相手に匠はいつも勝ってるんだな。根拠はないけど、あいつまた勝つような気がする。見せつけてやるぜ、2100の凄さじゃなく俺のテクニックの凄さをな。いくらコーナーで頑張ったところで、所詮ポンコツはポンコツだろうが。すんげーインパクトある光景だぜ。京急が伏線ドリフトで阪急を追い回すシーンなんて。ちょっと長いストレートがありゃ2000はあっという間に抜かれるぜ。ドリフト勝負じゃ負けなしだった宝塚線の2000系が京急のドリフトに負けるぞ。気に入らねえ。ムカついてしょうがねえ。冗談じゃねえぜ。1100に乗っててなんでこんなポンコツの後ろをちんたら走ってなきゃならねえんだ。確定に続行してるみてえでフラストレーションたまりまくりだ。川
川西の瀬口を出ればしばらくは効果だし典型も悪くない。こうと思えば軽く前に出られるぜ。クソったらが我慢できねえ。母ちゃん文句ねえんだろ京一。これで少しはスッとしたぜ。格の違いを思い知るのはこれからだ。今ハイテンションの全開走りかましてバックミラーから消してやるぜ。これが首都圏最速を誇る京急快特のドライブだ。税高制限のポンコツは次元が違う。せいぜいよく見ておくんだな。もっとも見える距離にいればの話だよな。うっ、そういうことだよ。やってくれるじゃねえか。わかったぜ、ムカつきの理由。ストレートで全の血使えないフラストレーションなんかじゃない。本当の理由は他にあるんだ。全部後ろについて走ってる時からうすうす気がついてたことなんだ。認めたくない一つの事実。俺の方がコーナーではわずかに遅いという事実だ。振り切れない理由はもう一つある。この辺りは宝塚線でも直線が短くパワーの差が出にくい区間なんだ。それにしても2000がこれほど走るとは考えてもみなかったな。ディープだぜダウンヒルってやつだ。ハイスピードセクションで今度こそバックミラーから消してやるぜ。少しくらいコーナリングが速くたってコーナーで抜くのは不可能だ。ストレートは断然俺の方が速いからな。これで良かったんだ。ここで前に出たのは間違いなんかじゃない。勝つのは俺だぜ京一。圭介さん、こんな終盤じゃ勝負はついてしまってるんじゃ。兄貴が見物するならここにしろってさ。エンペラーだかコンテナーだか知らねえけど、宝塚線ダウンヒルで藤原匠とやるなら来たな。直線の遅さにじれて前に出たらダメなんだ。速い。今までのどの相手よりも加速が鋭い。加速力の差をカバーするためにはあいつよりずっと速い速度でコーナーから飛び出すしかない。仕方ない、あれ行くか。覚えておけよ、伏線ドリフトには突っ込み重視と立ち上がり重視の二通りのドリフトがあるんだ。ギアを出すタイミングと飛び出すタイミングが微妙に違う。こっちの方が難しい技だが。この技をものにできれば爆上の車相手でも互角以上に戦えるぞ。藤原匠は後追いの時にこそその実力を発揮する。先行して逃げ切るはずが結果的に2000を引っ張ってしまうぞ。なんだそりゃ。もう一度抜き返すチャンスはない。終わりだ。そしたらがバカか、タコ突っ張りしやがって。
今到着の電車は阪急2線が先着だ。エンペラーの進撃を初めて止めたぞ。俺が何に対して怒っているかわかるか、セイジ。なぜ負けたか、お前説明できるか。後ろについていればもっといろんなことがわかるんだ。マルヘイ運転で行けと言ったのはそのためだ。俺の指示通りに走っていればこんな無様な負けはなかったはずだ。これでエンペラーの関西エリア全焼はなくなったわけだ。いくら悔やんでも一敗が消えるわけじゃないからな。俺の本当の目的は凌介だからな。神戸戦で勝ちさえすれば俺の気は済む。俺が負けなければいいんだ。匠の技を見たけど、京一さん、2戦はどうするんですか。俺たちのメンツにかけても負けっぱなしでほっとくわけには。黙ってろ。あ、そんなことは言われなくても分かってんだ。一番頭に来てるのはこの俺なんだからな。しびれたろ。しびれたなんてもんじゃない。ぶっ飛んだよ。で、いつ乗せ替えるんだ。匠もパワー不足感じてるみたいだぞ。いや、まだだ。まだ匠にはやっとかなきゃいけないことが一つ残ったんだ。なんだそりゃ。俺に勝つことだなんて言うんじゃねえだろうな。大したことじゃねえよ。無茶言わねえよ。負けることだ。